船船山山康康さん、はいえー、国民民主党の船山康恵でございます、えー、ちょっと質問の順番を変えまして、まず森林環境譲与税の算定基準の見直しについてからお聞きいたします。まあ、もともと森林環境税および森林環境譲与税の目的はです、ね、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するということでありました。 まああの木材の利用もさることながら、やっぱりもともとは森林整備なんですね、そういう中で、そういう中におきまして、森林環境常用税の配分をめぐっては、いろんな議論がありました、私もまあ予算委員会とか農林水産委員会とか、いろんなところで取り上げさせていただきましたけれども、人口割の比率が高すぎるあまりに、本当に森林整備に必要なところに回らずに、人口の多いところ、 の方に多く配分されているという問題があるということを何度か指摘をさせていただきました中で昨年12月の本委員会におきましてはえ常用基準の見直しにつきましては各自治体の取り組み状況取り組み状況を確認作業中でございます、えー、そういったことを踏まえて検討してまいりますというお答えがありましたけれどもその後の検討状況をお聞かせください。総務省科学保審議官お答え申し上げます。 森林環境常用税の常用基準につきましては、森林整備を進めるためには、木材の需要の増加が重要であることですとか、国民全体の森林環境税への理解も必要であることなどを総合的に勘案いたしまして、人口を3割と設定をしているものでございます。 この常用基準の見直しにつきまして、これまでの衆参両院の総務委員会の付帯決議におきましては、各地方団体の森林整備の取り組みや施策の効果を検証しつつ、必要がある場合には所要の見直しを検討するとされているところでございます。で、今般、常用初年度、令和元年度の活用実績につきまして、総務省と林野庁におきまして、実績の分析を行いましたところ、 管伐等の森林整備につきましては、森林所有者への意向調査など、準備段階にある団体も含めますと、半数以上の市町村において取り組まれておりますし、また、7割程度の政令市や特別区におきまして、木材利用や普及啓発に関する事業に取り組んでいるといった状況でございまして、それぞれの地域の実情に応じたさまざまな事業への活用が一定程度進んでいると評価しているところでございます。 この森林環境税による効果の検証ということもございますので、令和2年度以降につきましても、事業の実施状況を確認し、見極めていく必要があると考えているところでございますけれども、これらを踏まえまして、森林環境税の常用基準の見直しにつきまして、付帯決議を踏まえて引き続き検討してまいりたいと考えております、はい、船山康江さん。いや、もうずっとね、検討してる、検討してるばっかりでね、いや、もちろん私も。 あの利用促進に使うことを否定しているわけじゃないんです、ただ、一時的な目的は森林整備なんですよ、森林整備が進んで、ちゃんと木が切り出さ,な切り出されなければ、それこそ環境に対する貢献もできないし、木材の利用にもつながらないわけですね、そういう中で、配分が高すぎるんじゃないんですかという議論がたくさんあるんですよ。それを なんかいつも検討してまいります、検討してまいりますって、じゃあ、いつ結果が出るんですかってことをね、前々から聞いてるんですけども、どうなってるんですか、これ総務省科学部審議官。検討をしておりますという、えー、話につきましての、えー、時期についてでございますけれども。 あの国会における総務大臣からの答弁におきましても、令和元年度に譲与が始まったところであるということを踏まえまして、引き続き実施状況を見極めつつ、検討をしっかり進めてまいりたいというふうに申し上げているところでございます委員長船山康江さん。まあこれにつきましてはです、ね、やっぱり農林水産省からもしっかりとですね。 今の森林整備の現状とか課題とかそこも含めてあのこの配分について意見をあのきちっと出していただきたいということをお願い申し上げたいと思います総務省の方お帰りいただいて結構です <laughs> 総務省科学部審議官は退席いただいて結構です <laughs> 優しさなそうですよね <laughs>、はい、宇野山雅恵さんはい はい、それではあの、本法律案のおについての質問に移りたいと思います。まあ、ある意味、密接に関係はしてるんですけれども、えーまあ、森林整備の目的についてお聞きしたいと思います。えこの法案ではです、ねえー、どうも森林吸収減対策の重要性、まあ、森林吸収量を増やすために干ばつとか、えー、種苗確保、再造林の実施というふうに読めるんですけれども、本来の目的というのは、 私、その、CO、先ほど来、議論がありますけれども、CO2 の吸収だけではなくて、例えば生物多様性の確保とか、国土保全、土砂災害の防止とか、いろいろある中で、どうもこの法律の目的が CO2 吸収に偏り過ぎてるんではないかと、それを実現するために、なんか全体的なね、その森林、持続可能な森林とか、森の保全というところが、なんかちょっと薄いんじゃないかという懸念があるんですけれども、改めて。 今回の法律の目的と、全体のこの森林整備の目的についての、この整合性について、お聞きしたいいと思います野上大臣。 はい、あの森林整備といいますのは、あの先生、今お話ありましたとおり、国土の保全、それから水源の寛容ですとか、地球環境の保全、また公衆の保険ですとか、地球温暖化の防止、臨時産物の供給等々あの、非常に多面的にわたる機能を有していると考えております。干ばつやあ始発後の再造林 またこの路面整備等の森林整備は、あのこれらの森林の有する多面的機能も十分に発揮をさせるために行うものであるというふうに考えておりまして、農水省としては引き続き適切な森林整備の推進に取り組んでまいりたいと考えております山康生さん、はい、あの今、私からも申し上げましたけれども、 CO2 の吸収量、まあ、あの森林吸収源の確保というのももちろんですけれども、もっと幅広く、やはりこの森林の役割を踏まえた法律のこの目的達成に向けて、しっかり機能するようにしていただきたいということを改めてお願いしたいと思います。まあ、そういう中で、まず干ばつについてお聞きしたいと思います。干ばつ面積は毎年公表されておりまして、まあ、残念ながら実績は目標より下回っているというのが残念な,残念ながら、 現実であります、まあ、あの判末をしっかり行うことと同時に、その出された財をしっかり利用するということも、これ、重要だと考えますけれども、間伐材のうち、切り捨て間伐と搬出間伐それぞれの割合、そして搬出された間伐材のうち、しっかり利用されたものと、そうでないものの割合について、それぞれお聞きしたいと思います。本郷長官 えっと申し訳ありません。まずあの。間伐材の利用でございます。 平成30年度、民有林からの搬出され、利用された間伐材は494万立方メートルで、建築材、梱包材の製材が237万立方メートル、合板、修正材、木材チップ等の原材料が232万立方メートル、足場丸太、支柱の丸太が25万立方メートルとなっております。今後ともこれらの干ばつの材利用 を推進してまいりた、いと考えて切り捨て干ばつでございますけれども、えー、申し訳ありません、ちょっとああの今、手元に数字はあございません、申しあの今持ってあの、持ち合わせておりませんので、えー、大変恐縮ですけれども、後ほどご説明を申し上げたいというふうに思います、はい、船山淳さん。 えこれ、かなり明確に通告してるんですけど、なんでないんですかっ気、はいはい、を止めてください。はい、本郷長官。えー キリス干ばつの実績については、民有林の部分の実績については、把握をしておりますけれども、国有林の部分の実績を毎年きちっと把握をできておりませんので、この場で合計の量をです、ね、ご説明することができないことを申し訳なく思います。 村山生さんあのいや、これね、すごく大事なことだと思うんですよ、干ばつは大事だけども、そのまま投げ捨てておけば、何の意味もないわけですよね、利用して初めて意味をなすわけであって、そこがあのだから今、これから政策的に何をしなければいけないのかという課題解決するためにも、この現状把握は必要だというふうに思います。 えですから、ぜひですねまあ民有林、国有林、今の干ばつの状況、できるだけ切り捨て干ばつはなくしていこうという目的を立てているはずですから、今の現状がどうであって、じゃあ何を解決すればいいのか、ここを検討するためにも、しっかりと現状把握をしていただきたいと思いますので、委員会の方にですにちょっとデータをしっかり出して、共有したいと思いますので、データを出してください。 5国理事会ただいまの件につきましては、五国理事会において協議いたします。船山康生さんちょっと関連して質問なんですけれども、これキリ、切り捨て干ばつも、いわゆる森林吸収量のカウントには入るんですか。本郷長官 お答えを申し上げます京都議定書でいう森林吸収量の参入対象となるのは、1990年以降に干ばつ等の森林整備等を行った森林経営に該当する森林となっております。えー、森林経営に当たる干ばつは切り捨て、搬出にかかわらず対象となることから、切り捨て干ばつが実施された森林も森林経営に該当し、森林吸収量の対象さんあ参入対象になります。山さんですからねやっぱりその いわゆる森林吸収量の確保ももちろん大事ですけれども、やっぱり持続可能性を考えたときに、いかに利用していくかということも、併、えー、せて大事だと思いますので、やっぱりここはあのぜひ大臣ご指示いただいてです、ね、しっかり把握するようにお願いしたいと思います。で、もう一つ、えーっと、やっぱり持続可能な森林ということを考えると、まあ、間伐もそうですし、まあ、今回、処伐というのも規定して、あのまあ、要は再造林を規定しているということですけれども、処伐後の再造林、 きちっと処罰して、再造林している割合というのがどのぐらいあるんでしょうか本郷長官。え近年の処罰実績は、推計年間7万ヘクタールから8万ヘクタールで推移しております。一方、人口造林の実績は年3万ヘクタール程度となっており、これらに基づくと、処罰後に植林が実施された割合は、3割から4割の水準にあるという実態にございます。船山康生さん はい、あのやはりですね、干ばつも大事なんですけれども、えー、しっかりと再造林することが、ある意味それ以上に大事だというふうに思います。そういう中で、えー、まず、この法律の基本指針には、干ばつの目標面積が書かれてるんですけれども、再造林の目標面積が書かれておりません、これもしっかり定めるべきでではないでしょうか野上大臣。 はい、あの今ご指摘のとおり、干ばつ等特措法に基づいて国が定める基本指針におきまして、現在、干ばつの目標面積は定めているところでありますが、再造林や下刈りといった干ばつ以外の制御の面積が定めていないところであります。ににつきましててはあの人工林の気構成に応じて必要な面積を 把握をでできますの,であの国が基本真摯に目標値を定めて、それに即して都道府県、また市町村のとこ必要な干ばつ目標をそれぞれ定めていくということによって、計画的かつ適切な干ばつを進めることといたしております。で一方、再造林は、始末後に行われるものでありますので、あの始発が個々の森林所有者ですとか、事業体の経営判断により行われまして、あの再造林の面積もこれに左右されることから、質におきましては、再造林の目標数値 ですね定めることはなかなか難しいんですが、あの今回、新たに長期的な森林吸収量の確保の観点から、出発後の確実な再造林を実施する旨を記述することによりまして、適切な再造林を進めていきたいと考えております舟山靖生さん。はいもうある意味、やっぱり伐採もそうですけれども、やっぱり再造林、ものすごく大事だと思うんですよね。ですからまあ目標値とあとあはやっぱり一定のルールーを 明確に作るべきではないいかと思います切ったら植えるとかですね、まあ、あの場合によっては、場所によってはちょっと厳しいところもあるかもしれませんけれども、やっぱり一定のルールを決めるべきだと思いますが、そこはいかがでしょうか野上大臣。あのやはりあの森林の持っている公益機能を持続的に破棄するためには、あの立地に応じた適切な伐採、そして造林がされることが重要と考えておりますし、これに関する基本的なルールにつきましては、 あの現在、森林法に基づきまして、運用されているところでございます。あの具体的には保安林については、都道府県が伐採の許可や人工林を基本として、伐採後の植栽の義務付けを行っております。また、保安林を含む森林全体については、市町村が、あ市町村の森林整備計画におきまして、あの森林が求められる機能に応じたゾーニングですとか、伐採や増林の方法などの規定を定めるとともに、あの伐採増林届出制度によりまして、森、え、林、ー 森林の所有者等から届け出を求め、市町村の森林整備計画に従った伐採や造林が行われた場合には、あの指導等を行うことが可能となっております。あの農林水産省としても、これらのルールに載っておりまして、適切な伐採や造林を行われることが必要であると考えておりまして、あのルールに沿った作業に対する補助事業等の支援措置も組み合わせながらです、ね、あの伐採造林届け出制度等の適切な運用に取り組んでまいりたいと考えております舟山康江さん。 あの大臣、今お答えいただいたように、保安林に関してはまあ一定のルールがあるわけですけれども、民有林に関しては、保安林はたった3割にしか過ぎないんですね、ですから7割は保安林以外ということで、なかなかそのルールが適用されてないと思います、ただやっぱりそ,のそこの保安林以外の森林に関しても、やっぱりきちっと伐採した後に植林するような、何かこう、ルールを定めるとか。 まあそれはえ国の大きな方針のとに、県、市町村でしっかり指導できる体制を作っていくとか、やっぱりきめ細かい対応が必要だと思いますけれども、そういったところをやっていただくよあのえ用意があるでしょうか本郷長官。お答えを申し上げます。えー まあ、あの具体的にはです、ね、森林法に基づき、市町村森林整備計画で、えー、増林、えー、方法の規範を定め、えー、森林所有者等に伐採届出や増林後の報告を義務付けるほか、森林整備事業に増林実施への補助を行うこと、森林経営管理法に基づき、再増林を適切に行う意欲と能力のある林業経営者への集積、集約を進めることとしておりますけれどもあ、一定のルールにつきましてです、ねえー、この森林法の 運用改善をです、ね、図ることを現在、考えておりまして、えー、森林林業基本計画の改定と合わせて検討してまいりたいというふうに考えておりまなやまやすえさん。ぜひ、はい、お願いします、なかなかやっぱり、あの保安林等でこうある程度網がかかっているところについてはできているとしても、ただまあそこもですね、なかなかできない、まあ、いろんな事情でできないこともありますけれども、やっぱりそこ、ぜひ見直していただきたいと思います。で実際、今、問題が起きているのは、海抜ですね。 えー、海抜というのもあちこちで見られる中で、まあ、これが、えー、大雨のときに土砂災害につながるとか、まあ、いろんな問題を引き起こしていると思います。まあ、海抜について、ちょっと1つですね、CO2 の吸収という面では、えー、どのような、まあ、カウントになるのか、そこはゼロになるのか、えーまあ海、あとは海抜を防ぐための具体的な措置は何か講じているのか、その2点をお願いいたします。本郷長官 お答え申します海抜を行った場合は、その森林における森林の吸収量は低下いたします。 海抜時に、そのためですね、海抜に生産される木材を建築物等として利用していくことにより、木材製品による炭素貯蔵量が確保され、これを森林吸収に計上できる仕組みとなっているところでございます。京都議定書第2約束機関からは、その量を合わせて算定しているところでございます。ままた海抜につきまして適切な 伐災方法を取ることが大変重要だというふうに考えております。そのため、えー 先ほど申し上げました、市町村森林整備計画における規範、ルールとしてです、ね、その地域における適切な伐採方法、そういうものを記載していただくことをお願いをしているところでございまして、事業者におかれましては、その市町村森林整備計画の規範にのっとって、遵守してです、ね、伐採に臨んでいただきたいというふうに考えております。 山康恵さん、はいあのまあ、海抜がいろんな問題を引き起こしていると、先ほどあの指摘をさせていただきましたが、まあ、本来、森林が水源寛容とか、災害防止、土砂流出防止といわれている中で、逆にこういった手入れの行き届,届いていない森林が、災害の激甚化を招いたりとか、土砂災害を発生させられたりとか、まあ、こういった事例も多発していると思います。 まあそういう中で、やはりこの災害で失われた森林、その土砂,土砂災害の跡地をどのように再生していくのかということも、えー、繰り返さないために非常に重要だと思っています。この森林の再生方法については、何か指導とされているんでしょうか。本郷長官 お答え申し上げます地球温暖化等による大雨などにより森林被害が激甚化、頻発する中で、森林の広域的機能を発生させるためには、被災森林の早期再生を図ることが重要と考えております。このたため被災し森森林林ににおいては森林整備事業により 被,災被害木の伐室搬出およびその後の植栽等を実施するとともに、臨地崩壊等が生じている場合には、地産事業により、土ミコンの設置等を行い、土砂移動を安定させ、緑化を図る等の対策を講じて森林を再生しているところでございます。また、災害に強い森づくりを進めるために、重要なことは干ばつを推進することでございまして、個々の樹木の成長だけではなくて、根の発達を促す。 ことにより、災害に強い森づくりにしていきたいということと、林内に適度な光が入ることによってです、ね、下草等の植生の発生を図るなど、健全な森の育成が図られるというふうに考えております野山康江さん。おおむね同意するんですけど、やっぱり今の、ね、長官のご答弁の中でも、えー 干ばつは出てくるんですけど、やっぱり増再増林という言葉がちょっと足りないのかなって気がします。やっぱ干ばつ、そして伐採と同時に増林ということももう少し力を入れていただきたいと思います。え最後に大臣にお聞きしたいんですけれども、まあ、今、いろいろと課題を申し上げましたけれども、今回の法律案が以上に述べたような課題に、やはりどのように貢献できるのか、え最後に大臣からご答弁をお願いします野上大臣、答弁は簡潔にお願いいたします。はい あの、やはり出発後の再造林の実施割合がですね。34割程度にとどまっていると、この要因としては林業再産生の長期低迷です。とか、あるいは所有者の経営意欲が持てずにいるということもあるという風うに考えております。あの、森林消者に対してですね。あのどのようにして経営意欲を持ってもらうか、あの再像に対する補助です。とか、あるいはコストの低下。 あその木材の供給体制の整備、さらには森林管理法のですね活用を取っ手を図ってですねバッサイの再造りこれを広く進めていきたいと考えております。じゃあ宮さんおまとめください。はいありがとうございました終わります。上智子さん。